一歩先行くマーケティングの、この配信では一家の大黒柱の私が企業やオンラインで稼ぎたいけどなかなか一歩が進めない人に向けて、ちょっとしたマーケティングのコツをつかむことでビジネスも人生ももっと楽しくなる考え方をシェアしていきます。こんにちは、下坂恵理子です。今日はいかがお過ごしでしょうか。さあ、あれですね、4月でなんかまだまた寒くなったり暖かくなったりするんですがね、ちょっとなんかもうちょっとほっとしたいなと思いますが、はい、いかがお過ごしでしょうか。はい、というわけで今日はですね、出版する人の多くが気づかない3つの収益を獲得する方法というところでお話ししたいと思います。はい、なんかちょっとパソコンがシューって言ってますけど大丈夫ですか、聞こえますかね。すいません、ちょっと聞きづらかったら申し訳ないですが、はい、というのも、私は Kindle を、今ね6冊出版しています。で、実はね Kindle って誰でも出版できるですね。でもね、私は以前あの Kindle を出版の方法がね全然分かんなかった時期がもちろんあります。で、なんかやりたいなってすごい思ったんですけども、なんかやっぱやり方分かんなくて、で知り合いのね、本当にまあ友達までいかないんですけど知ってるぐらいの起業家さんがなんか Kindle 出してたんですね、自分で。ですごくそれが知りたくて、どうやって作ってんですかみたいに聞いたら、多分ね作った本人はめっちゃ簡単みたいな感じで、これですよみたいになんかツールを教えてくれたんですけど、なんかねツールに変換してなんちゃらこうたらって言われたので、まあ時間取ってもらったわけでもないので、なんか本当に全然わかんなくて、でそのツールも見たけど、なんでこれに変換しないといけないのかみたいなのもわかんなくて、本当にね、まあ教わったけど結局できなかったみたいなことがありました。でもね現在、私もできるようにはなったんですけれども、その中でこう Kindle をね出版していって良かった点っていうのをちょっとお話ししようかなっていうふうに思います。良かった点3つあってですね、そしてその最後がすごくて、あんまりみんな気がついていない、ね、収益も獲得できるってことなんですけども、はい、ちょっとそれをお話ししようと思います。Kindle を出版して良かったこと、その1ですね。検索すると自分の書籍がヒットするようになったっていうことです。で、昨日もね、お話ししましたけれども、オンライン上の認知をね、獲得してほしいっていうことを言ったんですけれども、これまさに Kindle を出版すると、まあ、クリアまでいかないですけども、少なからず認知が獲得できます。なんでかっていうと Kindle って Amazon がやってくれてるんですよね。なので Kindle に出版すると Amazon に載るんですね。 Amazon に自分の書籍載るんですよ。これってなんかね、普通に考えてなんか結構すごいと思うんですけども、なんでかっていうと、周り見渡しても10人周りにいてね、Amazon に書籍並べてますって人10人いても1人いないんじゃないかなっていうふうに思います。 なので Amazon にね載ってること自体でも、まあまあちょっとすごいんじゃないかっていうふうに私は思っていて、で Amazon のすごいところは、検索するとねちゃんと SEO 対策をしてくれてあるので、自分の書籍がちゃんと出てくるんですよ。これね本当に良くて、なかなか、自社サイトとかね自分の名前で検索したら結構出てくるのかもしれないんですけれども、なかなかねそれでも自社サイトをGoogle の上位に表示させるっていうのは結構難しいです。で特に名前が被っちゃってる人とかいますよね。私あんまり下坂なので、あんまり別のね下坂って方と被ったりしないんですけれども、結構ポピュラーな名前ですね、佐藤さんとかね、そして名前もねポピュラーだったりすると、同姓同名がいたりするとなかなかね検索、名前で検索しても出てこなかったりします、ね、そうするとなんか必然的に自分の情報を見つけてもらいづらくなっちゃうので、そうするとね見つけてもらいづらいっていうのは信頼の獲得がちょっと遠のいてしまうんじゃないかって思っていて、なんで信頼できないかっていうと情報がないからだと思うんですね。なのでやっぱりねオンライン上でねいっぱい見つけてもらえるっていうのはすごくね価値だと思うので、やっぱりねこの Kindle 出版したことで検索すると自分の書籍がね上の方に載るようになったっていうのは、まあ、一つの信頼を獲得するっていう面ですごく良かったなっていうふうに思っております。で
その2ですね、 Kindle を出版して良かったこと、その2なんですけども、権威性が上がった、権威性が上がった。でこの、ね、権威性という言葉ね、私一番仲いい友達に起業家に言うとちょっと笑われちゃうんですけども、本当に以前ね、私の本当に大きな悩みが権威性がないことだったんです。なんかね、話し方のせいなのか、フレンドリーな性格なののせいなのかね、ちょっとなんで私に権威性がないのか分かんないんですけども、専門的なことを教えていても、なんか地域のね、パソコン先生ぐらいのレベルだとか、友達ぐらいの、ね、レベルに思われてしまって、でそれはある意味ね、本当に親しくね話してくれていいんじゃないかって思いがちなんですけれども、やっぱりね、専門家としてね、権威がねないと、やっぱり何でしょうね、教えてくださいっていう風になかなかならなかったりするんですね。でもやっぱり私も書籍をね、なんか専門書ですよね、専門的なことの書籍を出すようになったら、まあ、著者としてね、一面を持つことができたので、でそれって必然的に、潜在的に見てる方が、あ、この人専門知識があるんだなっていう風に見てくれるようになったので、権威性もねちょっと上がっていったってことです。なのでね、私の大きな悩みであった権威性がないってことがなくなって上がるようになったっていうのが大きなメリットです。でね、最後なんですね、最後は Kindle 出版して良かったことのその3なんですけども、ほったらかしで3回売り上げが入るようになったっていうことです。でこれは何かというと、まずね、書籍を出版してのね、一番の楽しみは、まあ、印税収入とね言われる本の売れた金額ですよね。で自分の価値を広めたいっていうふうに思ってる方は、もしかしてこの点はそこまで注目してないのかもしれないですけど、でもね、やっぱ収益も入ったら嬉しいなみたいのがきっとあると思うし、仮にもAmazonで出版すると収益がちゃんと入ってきます。で、まあ、これはね当たり前のことですね。Kindle が売れた時に収益が入るっていうのは当たり前のことなんですけども、 Kindle のいいとこってもう一つ、Kindle Unlimited っていう読み放題プランっていうのが実はあるんです。今ね増えてますよね、サブスクプランで、アマプラかな、Amazon プライムとかもね映画見放題っていうねサブスクサービスがあったり、Netflix とかもそうですよね、月額課金のサービスがあって、その中のもの何でも視聴できるみたいのがあるんですけど、Amazon の Kindle にも Unlimited っていうプランがあるんです。で自分の出した書籍をこれに参加させることで、それに加入している人がね読んでくれたページ数に応じて収益を得るってことが可能なんです、ね、ちょっと伝わったかな、うん、要するに一つ目、さっき言った Kindle が売れたら収入が入りますよっていうのは、自分が例えば500円なり1200円なり設定した金額を買ってくれると、それの、あれがお金が入るんですけども、2つ目はそういった無料プランに、無料じゃない、すいません、アンリミテッドプランですね、読み放題プランに入っている人が自分の書籍を買ってくれた場合にお金が入るんですね。これ結構面白くて、読み放題だからね、気軽になんか読んでくれたりするわけですね。なのでそれの収益も結構ね、バカにならないっていうのがあります。でまあ、ここまでは普通の話なんですけど、3つ目ですね。3つ目、これがほったらかしでも売り上げがね、なんなら20万以上入る、20万以上、そうですね、やり方によってはもっと入りますけれども、3つ目はですね、 Kindle の書籍を入り口に自社商品が売れちゃうっていうことです。え？って思いましたよね。本から自社商品が売れるってどういうこと？みたいな。でこれはね、本当に多くの方がね気づいていなかったり、本は本でしょみたいな感じで売ったりしてないのが定番だったので、なんか想像つかないかもしれないんですけども、でこれ実は私もうすぐね出す Kindle マスター講座の中でも説明しますが、大半の人は本っていう風に出版するんですが、この本をビジネスのためのマーケティング活用っていう風に位置づけにすると、本を売るだけでなくて、その一冊を買った人からどんどんね収益をアップさせるってことができるんです。で
実はねこれね注意点があって、いきなり販売するっていうのは危険なんですね。例えば本を手に取った人にこちらが私の商品ですと言ったらどうですか？怖い、怖いじゃないですか。なんかこの本買ったら売りつけられたみたいな気分になっちゃうんですよね。そうではなくて、あのジェントルにね、あの本を買った人に、じゃあ次これいかがですか、これいかがですかっていうふうに、あの導いてあげるっていうのが大事かなっていうふうに思っています。でまあこれ実はね、この仕組みを作れるのはセールスシステムっていうシステムっていうか仕組みをね、自動化の仕組みみたいのを作ると、あの自分の商品がね、たとえ20万でも100万でもこういくつの本を入り口に販売していくことはできるんですけれども、あのなのでね、ぜひこう本をマーケティングに活用してもらえたらいいなっていうふうに思います。ね、あんまりあのたくさんこの3つ目を説明するとちょっと頭パンクしてしまうと困るので、今日はこの辺にしておきますが、とにかくね、 Kindle はね本当に可能性がいろいろあるということを覚えておいていただければと思います。はい、というわけで、あの今日もお聞きいただいてありがとうございます。また明日も配信していきますので、気に入っていただいたらフォローしていただけると嬉しいです。それではまたお話ししましょう。バイバイ。